日曜劇場 99.9 刑事専門弁護士第9話2016年6月12日日21時分22時9分最終回前15分拡大 SP 深山まさかの敗北華麗なる一族の悲劇松本潤香川照之栄倉奈々国中涼子岸部和則番組内容宮間沙汰から指示を受け山城鉄道の会長の自宅を訪ねるそこには殺害された会長の遺体と、それを取り、囲む家族らが、状況を聞くと、三男の嫁であるさつき、国中涼子、が犯行を自供、脳梗塞を患った義父を懸命に、介護したが、罵倒される日々が重なり、耐えられなくなっての犯行だという。しかし宮間はある違和感を嗅ぎ取る、皆の証言を深く掘り下げていくと、無理に辻褄を合わせたかのように一致しており、出演者、松本潤、香川照之、栄倉奈々、青木隆高、片桐仁、マギー、渡辺真希子、馬場徹、エミクララ、池田隆、岸井優、木野、藤本隆弘、奥田英二、岸部和則、ゲスト、国中涼子、平田家大、中山忍ほか、音楽、主題歌、嵐、DAYLIGHT、音楽、井筒明夫、スタッフ、脚本、宇田学、トリック監修、牧田浩二、演出、木村久志。